皆さんどうも、天才外科医ことキムチキンです。ということでね、前回の腎臓切除の続きやっていきたいと思うんだけど、今回脳みその交換だね。脳移植ってさ、成功した実例あんのかな？多分ないと思うんだよね。ね、ボブくん。で、多分さ、今回直してあげたらさ、世界初かつ俺左手でやるっていう偉業成し遂げると思うわけ。多分教科書にも載るんだろうな。で、しかもさ、これめっちゃ楽しそうで、ずっと楽しみだったの俺。じゃ早速やっていくよ。いや、3回目の手術にしてさ、脳移植任されるって。俺期待されてんだろうな、ボブ？ボブ？こんにちは。めっちゃくちゃ頭の形綺麗じゃないか、これ。ねえ。多分世界一スキンヘッド、ね、似合うよ、ボブ。すごいんだけど、あ、時計取れちゃった。首にかけてね、そう、首にかけてね、寒いかなと思って首にかけてあげたの。見てこれ、直に触れるよ、ボブ。これいつものぬくもりの伝わり方が違うでしょ、ボブ。お前ね、今、頭蓋骨もう開かれてるんだよ。しかもさ、これどうしようもないよな、これ。皮膚とかさ、もうこれ全部剥がれちゃってるよね。一生これで生きていくんだろうな、ボブは。助かったとしても。ねえ、ボブ。何でやろっか。そしたらだ。いや、まあ、でもハンマーが無難だよな。しかも見て、この脳みそ。なんか、水素の音みたいなのこれ入ってんだけど。めちゃくちゃ綺麗なんでしょうね、この水が。早速ね、ハンマーあたりが無難か？やっぱ骨砕くときはハンマーって言われてるしね。ってことで、こういう動きかな？叩きつける動きで割れんのかな？むずいんだよね。みんなが思ってるね、58倍むずいかしいわけ、これ。あ、割れた！かわいい！割れ方超かわいいんですけど、もうこの方が楽だな。すごい、卵の殻を剥くみたいな感じでさ、ねえ。おいしそう！ここを起点にさ、どんどん割っていけばいいんだ。見て見て見て、みんな。ここから上に、上から下に叩きつけよう。こう！そう！こう！こう！こう！中身ちょっと見えてきてるね。いや、これちょっと効率悪いな。この方がいいわ。叩きつける感じで。で、この動き。そう。で、これ柄の部分でもいけんのかな？柄の部分さすがにいけないか。したら、持ち方を、こう変えまして。ね、これ臨機応変な対応こうです。もう待って、頭殴っちゃった、ごめんね。よしよし、あと少し、あと少し。あ、失血が結構やばくない？失血が結構やばくない？失血結構やばみちゃんなんだけど、ちょっと待ってね、待って待ってね。前回覚えたこの注射器、でもこういうの使っていきましょう。はい、取れた。で、ボブ君の目に、はい、お注射の時間でーす。やっぱなくさないように、ちょっとこう、取りやすいところに置いときましょう。そしたら続きやっていきたいんだけど、やっぱデリケートなんで、脳みそは。なかなか時間がかかる。あ、ごめんね、ごめんね。もうごめんね。なかなか時間がかかる上に、一回一回、ぶつけるたびにダメージがすごい。まだ取れないよな、これ。え、もうそれいけるかなって思ったけど、まだだよな。そしたらもうちょい角度つけて、あ、ごめん、ボブ、さっきからすげえ目刺しちゃったろ、俺。そう！そう！もう少しで食べれる、卵の。殻むける。横も横も、横も綺麗に。あ、いい感じ。あとこっち側だけじゃない？あ、ごめんね、ごめんね。ちょっと待って、やばい、死ぬじゃん。ボブが本当に死ぬ。ボブが本当に死ぬ。待って、待って。ボブ、待って、落ち着いて、落ち着いて、ボブ。ごめんね、ごめんね。あ、俺、自分に刺しちゃった！あ、ボブ、ダメだ。もうボブ。ちょ、こうなっちゃったらもう終わりなんだよね。ごめん、ごめん。ちょっと待って、ボブ、ごめんね。そしたらさ、今までありがとう。ちょっと待ってね。ボブちょっと待っててよ。ボブちょっと待っててね。よし。ボブね、今までありがとうね。本当に楽しかったし、お前とのこれまでの人生、本当に忘れない。ね。来世でも一緒でね、楽しく遊ぼう。で、これからちょっと証拠隠滅したいと思います。続きやっていきましょう。さあ、何もなかったね、ボブ。痛かったね、よしよーし。ごめんね、よしよーし。さあ、安心してね。キムチキン先生だからね。さあ、さっきハンマー使ってやばかったんですよ。ハンマー使ってやばかったから、ちょっと別のやつでやってみようか。何がいいのかな？ペットボトル置いてるの誰だ、本当に。あとでナースに怒んないとね。ここのバトルアックスとかどうかな？バトルアックスっていうのかわかんないけどね。これバトルアックスちゃんで、こう。あ、いいじゃん、いいじゃん。そう！え、すぐ割れた、すぐ割れた。これさ、わかった。わかりました、皆さん。勢いが大事。見て！
見て、今のすごくないか、今のすごくないか、キムチキン天才じゃないか、すごすぎ、やった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 、え、もうこれ脳みそ取れるんじゃないかねえ。あ、ごめん、ちょ、目にブスッと刺しちゃったね。痛かったと思うけど、ちょっと我慢しろ、お前のためにやってんだこれすげえ、俺ずっと目にだっか刺してる。さあこれいけるかな、どうしたらいいんだろうこれ。こうやって、あ、気持ち悪い、待って待って待って、みんな見て、ま、見れないと思うけど俺の腕見てあのボブじゃない、この天才外科医としての俺の腕じゃなくて、実際に俺が実況撮ってる俺の腕見て、今鳥肌立ったんだけど、気持ち悪い、出方、ちょ待って、一応ね、少しの失血も許さない、これが天才外科医ね。今毎秒ね、3ミリリットルか多分ずつね失血してるんだけど、こういう失血も逃がしません僕は。あれ、なんで俺に刺さった、あれ、なんか俺に刺さった、ちょっと待ってね、さすがにね、ここまで来たからね、クリアしたいよ。あ、もう無理だ、だから掴めないわ、一生、そう、一生掴めないんだよね、これって。で、なんか骨かぶらみついてる。で、多分ここかな、癒着してるとこ切らなきゃいけないんだけど、みんな見づらいよね。でも大丈夫、俺も見づらい。さあ、あのね、今どこ刺してんのか分かんないよ俺。いけるかなこれ、あ、いけた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 、みんなもう少し我慢してくれ、みんなもう少し我慢してくれ、俺も我慢するからお前らも我慢しろ。で、脳みそちゃんをキャッチ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 、きた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 、これあとどうすれば、これもう入れるだけ、はいどうぞ、ほら、あこれ見てね、え、前後ろ逆になってんだけどまあでもいっか、入っちゃえば変わんないしね。だって細かいこと言い始めたらさ、ボブの脳みそとさ、この新しく移植した脳みそ、誰の脳みそか分かんないもんね。多分人格とか変わっちゃうんだろうなさあ今回のスコアが A、 この A はね、エースの A なんですよ。どういうことかっていうと、やっぱ今後のね、医療業界を担っていくこの最強の若手、希望のホープ、希望のホープ期待のエースだね、新生だねってことで、エースなんだと思います。ありがとうございます。てかエースで一番上じゃね、やった。さあということでね、脳みそエースランクで、血もめちゃくちゃ残ってると、時間も2分30秒でクリアできたと。ということでね、今回短いんですけどね、まあ僕が上手すぎて早くクリアしてしまったということでね、どうしようもないことなので、終わっていこうかなと思いますよ。ここら辺の人形とか何なんだろうこれ、ここら辺のビデオとかもなんか意味があるんだろうねこれ。それはね、またおいおいやっていこうかなと思います。あ、なんか電話来た、なんだ、いつも出れなかったからね電話。ちょっと出てあげよう。はい、うん、まっ、誰、なんか中国の人すげえ負け舌なんだけど、何喋ってんのこれ、なあめっちゃ伸びるなこれ、電話線電話線がめっちゃ伸びるな。で、この電話何だったん一体、これボタン押せるもすんの、あ、押せる、押せるよ、なんか書いてる、ここ、え、すごい、多分ここなんか書いてるよね今ここに、あ、落としちゃった。ということでね、また次回ね、いろいろ見ていこうかなと思います。ということでね、次は目か、まあこれも簡単に終わるでしょう、僕にかかれば。脳みそよりは簡単だろうしね、絶対に。ということで、次回の動画を見ていただけたら嬉しいなと思います。コメント、チャンネル登録、高評価お願いします。いつもありがとうございます。バイバーイ、バイバーイ